河出城は、現在の岐阜県岐阜市消防寺長にあった南北朝時代から戦国時代の日本の城である。別名河出城。美濃源氏の一族の時氏の第三代守護職、時頼康は、品濃国、伊予国平定の公により、美濃国、尾張国、伊勢国の三カ国の守護職となる。手狭となった長森城に代わり、1353年、河出城を築城する。 以降第十一代、時より乗りまでの本拠地となる。旧基礎川と新た川に挟まれた自然の要塞といって、良い地に築かれた城郭であった。城郭といっても、広大な敷地に神社、仏閣等を設置し、本殿は御殿風の建物であった。戦う城でなく、住居としての城である。百六十七年、王仁の乱により、都から逃げ延びたクゲラが、 当時の守護職で力のあった時氏を頼り、川出に移住。これにより、川出の地は、都文化の花を咲かせることになる。当時その繁栄は、かなりのものであり、西の山口東の川出と言われた。しかし1494年、時氏の相続争いを発端とする船田の乱により、城は消失する。後に再建されるが、1530年。 ときしを追放した斎藤道蔵が稲葉山城に拠点を移したことにより、廃城となる。城下町である川では、廃城後も斎藤道蔵等の加護で繁栄し、当時来日した宣教師等が、その繁栄ぶりを書き残している。しかし、織田信長の時代には、川での町はほとんど岐阜に移り衰退した。廃城後も土塁等が残っていたが、 徳川家康の命により可能上の築城が開始されると土塁の土はほとんどが使われてしまった。西美高校の校内に石碑があり、当時の土塁の一部も残っている。城石はこの西美高校の敷地と考えられている。ありがとうございます。